スコットランドの少女がインスタグラムで見た生後間もないミニブタがあまりにも可愛かったので両親にねだってグラスゴーからロンドンまで出向いて買ってもらいましたところがミニブタというのは真っ赤な嘘でベトナム原産のポットベリーピックだということが判明3ヶ月後に動物愛護団体に預けられましたそれからさらに3年後 サウス・ランカシャーのカールークにある保護施設に引き取られたのが3歳半のフランシスコですミニブタのはずだったフランシスコの体重は今では127キロで体長は1.2メートル保護施設にはフランシスコの他に同じようにミニブタとして売られたポットベリーピックが4頭と100頭近い動物がいますがフランシスコだけは寝室が3部屋ある母屋の実質で 和式の布団に寝起きしているそうです間違えて売られてしまいましたが保護してもらえる施設があって何よりですミニブタをペットショップで見たことがありますがさすがにあそこまで大きくなると確かに驚いてしまうと思います多かれ少なかれ小さい子どもの時は可愛くて飼い始める人が多いと思います大きくなっても大事にされているようで とても良かったです。